スタート。今日はレッドさんから質問をいただきました。レッドさん、ありがとうございます。助かります。質問の内容はフラフープはどうですかっていう質問でした。毎日本当にやってるんですよ。すごくやってるんですけど、回すのがなかなか難しい。最初に腕で回して2、3回回るんですけど、その後回すのがめちゃくちゃ難しいです。それでフラフープが重いので下に落っことしたらすごいドンって音が鳴るんですね。だからなるべく落ちないように足で支えて下まで落ちないようにしてるんで、結構ね足にあざができてます。毎日とりあえず15分は決めて絶対やるようにはしてます。できるようになったら報告します。レッドさん、質問ありがとうございました。次の質問です。キーちゃんからいただきました。尊敬する人と座右の銘は何ですかっていう質問です。尊敬する人は織田信長です。いろんな本が出てていろんな見方があるんですけれども、戦国時代なら仕方なかったんじゃないかなっていうのはあります。いろいろ調べた著書があって、本能寺には逃げ道があったようなんです。でもその逃げ道が塞がれていて信長は逃げれなかった。塞いだのは誰かっていうことなんですけど、秀吉子飼いの忍者だったっていうお話もあります。秀吉だったかもしれませんが、家康だったかもしれません。徳川家康ならやりかねないと思うんです。若くして亡くなりましたが、戦国時代を思う存分生きた人、私の憧れでもあり尊敬する人は織田信長でした。そして座右の銘ですけれども、独立独歩、概要欄にも詳しく書いてありますが、誰にも頼らず自分の信じる道を突き進んでいく、その言葉がずっと好きでした。キーちゃん、ありがとう。皆さんももしよければ質問よろしくお願いします。待ってます。話してるうちにそろそろ最後のフィニッシュに近づいてきました。さあどうでしょう。多分ね、また余裕の1位だと思います。はい、入りました。1着でした。皆さんありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。また来てね。バイバーイ。